ソール。君は伝説の中にいる。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。極北での熱き戦い。あなたは負けることはない。私は信じています。北欧アスガルドの神。ヒルダをニーベルンゲンリングから解放するため、聖夜たちは7つのオーディーンサファイアを求めて四方に分かれてアスガルドの表現を駆け抜ける。突如襲いかかってきた狼の群れを撃退したシリューだったが、それもまたゴッドウォーリアの手によるものだった。アテナのセイントよ、よくも俺の可愛い狼たちよ。狼たちをけしかけたのはあいつか。奴もゴッドウォーリアーなら、守護石であるオーディンサファイアを持っているはず。俺は北の人食い狼、イプシロン星アリオとのフェンリル。ドラゴンのセイントシリューだ。狼ごときで俺を倒せると思ったか。侮るなフェンリル。それは相手を敵と認めた上でのことだ。お前など侮るにも足りぬわ。何？玄関の大地で数々の苦難に耐え、共に育ってきた俺の可愛い狼たちの恨み、たっぷり晴らしてやるぞ。このシリ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。ファイト。隙が全くない。少しはやりようだな。俺はゴッドウォーリア、アリオとのフェンリルだ。お前を皮一枚残して、この表現にさらしてくれるわ。ブルックルエルティッド。ブルックルエルティクラー。フェンリルの剣がまるで見えない。どうだ、ウルフクルエルティクローの威力は。次はそのモデルを感じてやるぞ。ブルックルエルティクラー。なんだか、コスキングサファイアだけでも、セイラたちに。ヒルダ様に誓って、アテナのセイントは一人たりとも、生かしてアスガルドを殺せはしない。セイントとしての務めを果たす。ファイト。シュラに守られたこの命、アテナのために生かさねばならない命だ。こんなところでやられるわけにはいかない。ノーザングンロー剣。エンリルの剣がまるで見えない。ウルフクルエルティクローの威力は、次はそのモデルを書きてやるぞ。ノーザングンロー剣。なんとか
オーディンサファイアの傘。そう、ヒルダ様に誓ってアテナのセイントは一人たりとも逃がしてあげる。そういうのことです。ボザン、どうだフェンリル、ロザンの大爆破さえ逆流させる。この主流の剣の味は笛をかきてやる。ロザン軍老剣、北の人食い狼をなめるなよ。たわいもない。 KO ウィナー。ウルフクルエルティクローの味はどうだ。このシリ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。ファイト。隙が全くない。君はやるようだな。俺はゴッドウォーリア、アリオとのフェンリルだ。お前を皮一枚残してこの表現にさらしてくれるわ。この周囲を静かに取り巻く気配は、オーカさまた俺を襲わせるつもりか。お前ごとき俺一人でこと足りる。お前が息絶えるのを待っているのだ。素早く野生的な動き、そうたやすく捉えられるものではない。チャンスがあるとしたら行こう。いいよ、腹が減っただろ。もうすぐ決着をつけてやる。最も味は保証しないがな。いや、南の太陽を十分に浴びてるから、うまい子に入れてるから。強いな。負けるわけにはいかん。このままおとなしくしていれば、この激痛の地獄から解放されたものを。愚か者め。エンディングの剣がまるで見えない。どうだ、ウルフクルの威力は。今その喉笛をかっきってやるぞ。のことウルフクルエルティークロー。さん、この最強の剣と盾の前に敵はない。修行を一からやり直さねば。フェンリル、差し違えてでもお前のオーディン・サファイアを手に入れてやるぞ。俺の守護石であるオーディン・サファイアを。そうだ、お前たちの持つオーディン・サファイアを揃えぬ限り、邪悪と化したヒルダを元に戻すことはできないのだ。ヒルダ様が邪悪と化しただと？何をよまいごと！わからないのか。ヒルダを元に戻さぬ限り、この地上に迫った危機を救えないのだ。フェンリル、俺を信じてくれ。へっ、俺は人間など信じない。俺が信じられるのは狼だけだ。フェンリル、人が人を信じずしてどこに幸せがある。一体何があったのだ。あれは6歳の頃、
俺は両親たちと遠乗りしてある森まで出かけた時に熊に襲われたのだ。同行していた両親の友人たちは俺たちを見捨てて一目散に逃げ出し、両親は俺をかばい殺されてしまった。それを境に名門と謳われた我がフェンリル家の栄華は音を立てて崩れ去っていった。それまで媚びへつらっていた人間たちは皆後ろ足で砂をかけるように離れていったからな。だが俺にはフェンリル家の狼の紋章にふさわしい守護者たちがいた。それが狼たちというわけか。人間から恐れられ忌み嫌われている狼が、銀狗が人間から見捨てられたこの俺を助けてくれたのだ。お前もみなしごだったのか。だが俺はどんなことがあっても人間を仲間を信じるぞ。お前はヒルダも信じられないのか。バカめ、ヒルダ様は神だ。ギングたちでさえ一瞬のうちに従えさせた我が神だ。さあおしゃべりは終わりだ。死ねえ。このシリ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。はいと、お前のオーディンサファイアを手に入れるまでたとえこの身が引き裂かれようと引くわけにはいかないのだ。それもお前が信じる人間のためなのか。そうと、この地上に人類に迫った危機を救うため、少子の薄汚れた人間など式の滅ぶ方が地上のためなのだ。アテナと共にアスガルドの塵とかすがいい。ヒルダ様のものともまた違った。俺には常にアテナ、そして友がついていてくれるのだ。黙れ黙れ、人間など信じる俺と人間どもを信じるお前との一騎打ちだ。まだ立ち上がるのか。フェンリル家最高などに命をかけているお前とは訳が違うのでな。何、俺はヒルダ様のために戦っているんだ。お前の邪悪のみを満たそうとするヒルダのために戦って何になるな。何、アスガルドのゴッドウォーリアとはそれほど目立ちいるのか。両親も失う、そこまで心が歪んでしまったとは。黙れ、お前たちに俺を、ウィナー、ウルフ・クルエルティ・クローの味はどうだ。このシリ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。はいと、お前のオーディンサファイアを手に入れるまではたとえこの身が引き裂かれようと引くわけにはいかないのだ。それもお前が信じる人間のためなのか。そうと、この地上に人類に迫った危機を救うため、薄汚れた人間など滅ぶ方が地上のためなのだ。アテナと共にアスガルドの塵とかすがいい。ウルクルエルティクロー、哀れ、何？アスガルドのゴッドウォーリアとはそれほどめめしいものなのか。両親を失ったことで、そこまで心が歪んでしまった。黙れ！お前たちに俺の気持ちなど分かってたまるか！よく分かる。何よ、口から出まかせよ。分かる。
俺たちはブロンズセイントとて全員みなしごなのだ。フェンリル、俺たちもお前と同じみなしごだ。泣き言一つ言わず、その運命に臆することなく立ち向かっている。俺たちは一人じゃないからだ。苦しい喜びを共に分かち合える仲間が友がいるからだ。俺はお前にだけは負けるわけにはいかない。世を捨て何事をいつまでも引きずっている。ノーザン軍老剣、北の人食い狼をなめるなよ。たわいもない、この一撃をヒルダ様に捧げる。ノーザン軍老剣、ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。修行を一からやり直さねば。味わうんだぞ。